FPS の王に俺はなるということで、はいどうもこんにちは、マガレツです。今日なんですけれども、COD モバイルやっていこうと思うんですが、コールオブデューティーモバイルですね。皆様、とうとうお待たせいたしました。皆さんからね、お声がありました。もう早くマガレツさん COD やってくださいと、いろいろな生放送中でも言われてたんですけれども、ようやくね、やっぱり視聴者さんの声に応える時がやってきました。ということで、今回は COD モバイルやっていくんですけれども、タイトルやサムネにもある通りですね、なんと今回私、ご報告がございます。なんと、今回マガレツ、大会に出場します。そうなんです。今回ですね、コールオブデューティーモバイルワールドチャンピオンシップ2020というのが開催されまして、なんとすごいのがですね、これ賞金総額100万ドルということで、これ日本円に換算すると今だとですね、約1億751万5321円ということで、1億円以上のですね、賞金総額があるということで、さあなんて夢がある大会なんでしょうと。いや別にお金に目がくらんだわけではないですよ。賞金が欲しいとかじゃないですよね。 COD モバイル大好きなんでね、やっぱね、いろんなね、公式の生放送とかもね、出演させていただいたりもしてるので、あ、そうだ、ぜひよかったらね、公式のね、生放送、 COD モバイルの公式のね、 YouTube があって、そちらの方に僕公式生放送に出演してますので、ぜひそちらのね、生放送もご覧ください。 COD モバイルスペース公式とか打つとね、チャンネルが出るんで、そちらの方もね、ぜひぜひチャンネル登録、視聴よろしくお願いします。まあ、僕ですね、マガレツ参加しますが、なんとこれ誰でも参加できるようになってます。なので今見ているみんなにこの賞金のチャンスがあり、さらに参加するだけでも報酬が得られるということで、ちょっと概要を見ていきましょう。こちらですね、コールオブデューティーモバイルワールドチャンピオンシップ2020ソニーエクスペリア主催って書いてあるんですけれども、これですね、一応ステージ 1B っていうソロなんですけど、7月の2日から7月の26日まで、ステージ 1B っていうのが開催されていて、でステージ2に関しては6月の18日から6月の28日、これランキング順番待ちの制限がありますよという形ですね。でそしてステージ3に進んでいくと、今度は地域予選にまで進むことができ、7月の2日から7月の19日まで開催しているということです。まあ、こちら今回僕がね、行うステージ 1B、ソロのオンライン予選っていうね、セカンドチャンスということで、ベテランランク以上で参加できると。でこのベテランランクっていうのは、初心者の方でも意外とね、簡単に到達できるランクになってます。そしてコールオブデューティーモバイルワールドチャンピオンシップへのソロオンライン予選ルートを再オープンしますということで、まあ、予選を通過できるセカンドチャンス、これが最後のチャンスになるということです。まあ、7月2日から7月26日までの各週末に、参加資格のあるベテラン以上のランクを持つプレイヤーには、まあ、ゲーム内報酬、そしてトッププレイヤーにはチームアップ予選ステージ 2B のセカンドチャンスへの個人参加資格を勝ち取るチャンスが与えられるという大会になってます。まあ、予選ですね。でこちらのですね、ソロステージ 1B の開催中っていうね、右側に GO ってあるんですけど、ここをね、ゲーム内から押すとですね、左の上の方にワールドチャンピオンシップっていうのが書いてありまして、ここをタップしますと、まあ、このような感じで、参戦するとかルールとか報酬とか、まあ、いろいろ見れるんですよ。で今回登録するだけ、参加しますよっていう登録するだけでなんと報酬がもらえる、ゲーム内コインの500ポイントと、あとこの、チャンピオンシップ2020フレームっていうね、こちらがもらえると。で20ポイント獲得し、40ポイント獲得し、60ポイント獲得するとさらにポイントがもらい、80ポイントに達成すると1000ポイントのコインと LK24 のパープルのね、迷彩柄のスキンだったりとか、 BK57 のパープルのスキン、そしてナイフのパープルのスキン、バックのパープルのスキン、そしてグレネードのパープルのスキンというのがゲットできます。でここの80ポイントを達成するとステージ B の参加資格を獲得できるということで、ステージ B にこう行くという形になりますね。まあでもこれすごいよね、本当にこの普通のユーザーがこうトーナメントを勝ち抜いていき、地域予選へ行って、地域プレイオフやってワールドチャンピオンシップまで到達することができるっていう、みんなにチャンスがあるっていう企画になってるそうです。そしてこの参戦するというところのこの必要ランク、ベテラン1なんですけれども、これを登録するとですね、まあ、この画面が出て、マガレツセカンドっていうね、名前で日本っていう感じで確定を押すとですね、今後10回目のランクマッチはソロトーナメントの参加資格に影響しますと。まあ、ここから10回のランクマッチはソロトーナメントの参加資格に影響するんですよ。今回使っちゃいけないデバイスがありまして、コントローラーやエミュレーターなどを使用したマッチはもうワールドチャンピオンシップにはカウントされません。なのでもう本当にスマホや iPad などそういうちゃんと公式的に認められている端末だけ、コントローラーとか使っちゃダメです。ほら見てよ、登録報酬、もう登録しただけで報酬もらえるの見て。はい、受信箱に送付しました。めちゃめちゃ簡単でしょ、これだけなんだよ
むちゃくちゃ簡単っすよね。さあ、先ほどのもらったフレームなどがありますので、こちらを受け取ることができましたよと。で、期間中いつでも参加が可能で、マルチプレイヤーのランクマッチを週末中にプレイしてください。はい、じゃあということで、ランクマッチ行きましょうか。申請も完了したということで、僕もね、やはり、FPS、モバイルプレイヤーとしては見せていかなきゃいけないですよね。で、僕もね、最近ちょっとね、フレンド募集してまして、おい、曲がれ強と。お前何やってんだと。お前、コールオブデューティーってもっとキャラコンうまくやればもっといい動きできるんだぜっていうモーサーとか、いや、私も僕も一緒に曲がれさんとやりたいとかっていう人に関しては、フレンド申請を行っていただければ、まあ、結構フレンドね、視聴者さんとやったりしてるんで、まあ、かたやね、モーサーにしごかれながらも、かたやね、視聴者さんとね、楽しくやりながらも、ちょっとね、やってるんでね、まあ、ぜひちょっと参加型などもね、今後もやっていきましょうということで、今回は、ランクマッチやっていきましょう。さあ、これはね、ポイントに反映してきますからね。本当に。さあ、やっていきましょう。スタンドオフでのシームレスマッチですね。さあ、やっていきましょう。M4 で今回は戦っていきたいと思います。初期の方からもうすでにあったやつを使っていきます。まあ、武器とかもね、ちょっと色々あるんですけれども、まあ、僕はこいつを使っていきますよ。さあ、行きましょう。行くぜ。EM!EM!あー抜かれていく。これ SR ですかね。さあ、これはね、負けるわけにはいかないんだ。ここで見せなければいけない。さあ、見ましたよ。ここはしっかりと抜いていって、しっかりとリロード C のちょっと逆を回りの、ここ来るだろう。家にいるわ。 OK、 ちょっと一旦下がろう。裏取られてない。これ裏来てるよ。さあ、一発やばい。ちょっと待って。あー、ウサギンチョてめえ、この野郎。大丈夫か。しっかりと抜いていって、はい、2枚抜き。さあ、ちょっと左側から行きましょう。僕はこっち来てるんじゃないか。結構さ、このゲーム足音鮮明だよね。オッケー、ノーマルキル、ダブルキルやん。サギンチョてめえ、お前前世の俺に謝れ。ちょ、ウォーマシンで行こう。ウォーマシンだけ。これリスポーン変わりましたね。おいおいおい、オッケー、オッケー。さあ、デスマシンでしたわ。ウォーマシンじゃないよ。オッケー、やばい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 。さあ、しっかりとキルしていき、これ裏取られないようにね。ナイスキル。さあ、UAV 来てるけど、やばい、ドリオ。ナイス。あー、抜かれてる。あと3ポイント、3ポイント。負けんな。大事だ、大事だ、大事。ポイント大事だよ。ポイント大事だよ、みんな。みんなこれチャンピオンシップ参加してるのか。みんなチャンピオン、あ、これボイチャーいるよ。あー、ちょっと待って。ナイスー、ナイス勝利。これ結構いい試合だったのでは。50対42。最後何、お、かっこいいよこのスキン。これかっこいいね。これキルした時になんか焼け死ぬような感じのスキンなんよね。さあ、あ、でも2か2なら、まあ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 、ちょっと爪痕を残したんじゃないですか。まあ、この人多分上手かったですね、この1位の人。スキンもかっこいいし。はい、じゃあということでですね、今ランクマッチを行いまして、まあ勝利しましたよね。で、これ、マッチの勝利ポイントが10って書いてあるんですけど、獲得したポイントが今これ10ってなってるじゃないですか。で、参加資格ポイントが、80ポイントなんで、で、これをどんどんポイントを積み重ねていって、80ポイントを達成すると、二次予選に参加できるっていう形ですかね。で、マッチプレイ数も10回のうち1回勝利してますよと。敗北したら赤で換算されるのかな。だからマッチ10回あって、そのうちの参加資格ポイントまで到達すれば、その賞金がね、賞金総額100万ドルということで、もう一回言いますよ。約1億751万5321円ですからね。いや、すごすぎるわ。まあ、本当にね、e スポーツっていうのもね、こうやって、ね、日本にもね、浸透してきてるのはね、僕も嬉しいことですので、ぜひね、皆さんも気になる方は、Call of Duty Mobile ワールドチャンピオンシップ2020に参加してみてください。そして概要欄にはね、COD Mobile のダウンロードリンク貼ってありますので、まだダウンロードしたことないよ、やったことないよっていう人はね、この動画見てやってみたくなったなと思っていただけたら、ぜひね、ダウンロードもしていただけたらなと思います。はい、じゃあということで、また次回の動画生放送でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。